関西国際大学は、兵庫県三木市しじみ町青山市の18日本部を、奥日本の私立大学である、1998年に設置された、大学の略称は、クース関国大、学校法人浜名学院により、1998年、兵庫県三木市に設置された、日本の私立大学。当初は経営学部のみであり、1987年に設立された、 関西女学院短期大学は短期大学部として開祖された。2001年には人間学部が開設され、その後2007年に経営学部と人間学部がそれぞれ人間科学部と教育学部に改編された。また2009年には兵庫県天ヶ崎市に天ヶ崎キャンパスが開設され、教育学部が同キャンパスに移転する。2013年には保健医療学部、2019年には 国際コミュニケーション学部が開設され、同年に経営学部が再開設されている。また、2020年には、神戸市中央区に存在した旧神戸山手大学から、現代社会学部が、学部譲渡の形で開設されたと同時に、同大学のキャンパスも譲渡され、本学の神戸山手キャンパスとなった。さらに、2021年には、国際コミュニケーション学部と人間科学部が、 神戸山手キャンパスに転し、現代社会学部と人間科学部がそれぞれ社会学部と心理学部に改編される予定である。関西国際大学の見学の精神は嫌い縁となっている。これは浜名学院の設立当初より掲げられており、世界の人々の立場を理解し、共に歩み人間愛に溢れた人物の育成を目指しているとしている。単に国際社会で活躍する人物ではなく、 人物愛に溢れ世界中の人々と痛みを分かち合い、問題を解決しようとする実行力ある人間を人間像としている。関西国際大学は学生の教育に力を入れており、開学当初より GPA 制度や学生相談室や学習支援室、保健室からなる学生支援センターが開設されている。学生支援センターは学習面や 生活面に不安がある学生が相談しやすいように、各教員が交代で常駐している。かつて、阪神淡路大震災において、兵庫県が壊滅的な被害を受けた経緯から、2016年4月に、セーフティマネジメント教育研究センターを創設しており、センター長には、全国初の危機管理責任者ポストであった兵庫、県庁防災官を務め、 災害や非常事態の指揮に当たった斉藤富夫教授に迎えている。これにより2017年度より人間科学部経営学科ではセーフティマネジメントコースが開設され、無料の養成講座によって全学部の学生が防災士の資格を取れるようになっている。学部、編集2019年度入学生2018年度、以前の入学生大学院、編集別科、編集付属機関、 編集研究所付属機関図書館、関西国際大学の人物一覧を、参照ミキキャンパス、天が崎キャンパス、神戸山手キャンパス、ありがとうございます。